昼は資本家、夜は暗黒街を支配する帝王、二つの顔を持って行動するわけなんですよ。オレンジ、いつかやる、ピロスケ、社長。さあ、今回新シリーズ、犯罪者アウトローシリーズでございます。そのシリーズができたと。歴史上の犯罪者をボンボン紹介したいと思ってるんですね。悪いやっちゃ。今回紹介するのはこちら、大怪盗アダム・ワース、はい。まあ、とにかく紳士的でアメリカでも大人気の犯罪者です。はい、さらに犯罪界のナポレオンって呼ばれた恐ろしい男でもあるんですね。はい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 、はい、じゃあ彼はどういう人物なのか紹介したいと思います。んおう。ではこのアダム・ワース、1844年ドイツ系ユダヤ人の子としてドイツで生まれました。で、その後5歳でアメリカで暮らすことになるんですけども、まあ貧しい生活で貧乏から始まってるんですね。はい。で、アメリカって言ったらもう金持ちは金持ち、貧乏は貧乏みたいな、もう格差社会が激しい場所だったんですよ。はいはいはい、はい、そこからワースは貧しい暮らしの劣等感、そして恵まれてる人に対する憧れ、そして恨みっていうのを抱くことになっていくわけなんです。うん、まあそうやって成長したワースなんですけども、そのうち家出をして17歳の時に南北戦争の北軍ニューヨーク連隊に配属されることになるわけなんですよ。はい、はい、でブルラの戦いっていう結構激しい戦いがあったんですよ。そこで彼は負傷しちゃうんですね。で、向こうの手違いで死亡リストに載っちゃうんですね。うん、はい、だけどこれがきっかけでワースは犯罪の一歩を踏み出すことになっていくわけなんです。南北戦争に参加した時に入隊金っていうのをもらえるわけなんですよ。ワースはそれを狙って偽名を使っては入隊しては脱走して、入隊しては脱走してっていうのを繰り返すわけなんですね。ああ、まああったあった、よくあったね。はい、これをバウンティージャンパーって言うんですけども、はい、彼は仲間内からバウンティージャンパーのプロって言われるわけなんですね。プロってなんだよ。むちゃくちゃうまかったらしいのよ。おいおい、そして戦争終わった後、ワースはニューヨークに渡るんだけども、このニューヨークっていうのはもう犯罪者がはびこる暗黒街だったわけですよ。うん、で、アダム・ワースはこのバウンティージャンパーの仲間とかで悪いこと結構たくさんして覚えちゃったわけですよ、味を。だからニューヨークの泥棒集団、いわばギャング集団の仲間として活動するわけなんですね。で、最初はスリルやっていくんですけども、彼は背が小さくて指が細いということで天才的スリルの才能があったんですね。おー、まあそうやって犯罪に手を染めるワースなんですけども、運搬車の盗みに入った時に仲間のミスによって警察に捕まっちゃうんですよ。はい、逮捕された。そう、逮捕されちゃって、で送られた刑務所が新進刑務所っていう場所なんですよ。ここはもうとにかく厳しくて囚人に激しい労働を強いれるっていう、もう劣悪な環境だったわけですよ。はい、こいつは耐えれねえっていうことで、ワースは看守の交代時間を見計らって脱獄をするんですね。まあ普通でしたらこんな思いはもうしたくない、犯罪から足を洗ってやるって思うかもしれないんですけども、ワースはそう思わなかったんですよ。すりごときでこんな思いするんだったらもっと激しいことやってやんよって思うわけなんですね。もう行くとこまで行ったれと、行ったれと思ったわけですよ。そこからワースは仲間を集めてスリ、押し込み、窃盗、果てには銀行強盗と多角的に活動していって、ブルストン銀行からは約100万ドルを盗み出すという大怪盗になるわけなんですね。もう犯罪の確変を起こしてみたいな、もう網羅するわけですよ。そして彼の犯行っていうのは結構紳士的で、ボストン宝石店を襲った時に、こうやって入り口から出ようとしたら警察にばったり会ってしまった。おやばい。なのにワースは軽く会釈をして、おいちゃんと戸締まりしろよつってバンって閉めてパッと逃げると。あー、なるほどね。警察はなんだ宝石店のオーナーの人かってパッと離れた。その後にまた戻って仲間と宝石をかっぱらって逃げ出すってやり方をすると。臨機応変に対応した。まあ、ほんと誰も気をつけてませんよね。ああ、ファインプレーだ。それでさっき言ったボールストン銀行、ここはまあすごいセキュリティも硬くてでっかい銀行なんですけども、ワースはその隣にビルを借りて、その窓にお酒のラベルが見えるようにお酒を並べるの。パッと見お酒屋さんに見れる。そしてもう一つは、酒で隠れてるもんだから中からの作業工程が見えないっていうカモフラージュも兼ねてるわけなんですよ。おー、そして一週間かけてトンネル掘って金庫とつなげて、お酒のラベルが貼ったケースにお金を入れて悠々とビルから逃げるっていうとんでもない作戦をやるんですね。はいはい、全部つながってたと。はい、だからパッと見怪しまれないわけなんですね。
その後ワースはヘンリー・レイモンドっていう名前を変えて雲隠れをし、ロンドンを拠点に置いて、そこに巨大な豪邸、25人の従業員、いくつもの店を経営、裏カジノを支配して、ビクトリア朝のブルジュアにのし上がるわけなんですね。おお、もう成功者やないかい。もう成功者です。そしてワースはここから、昼は資本家、夜は暗黒街を支配する帝王、二つの顔を持って行動するわけなんですよ。へえ、もう映画みてえなやつだ、ほんとに。警察もこれはやべえということで、ワースの一員を捕まえようとするんだけども、ワースはそこら辺のゴロつきと全く違ったわけなんですね。レベル違う。ワースは信頼する仲間で、ピラミッド式の指揮統制を作ってたのよ。だから統率も取れるし、自らの雲隠れにもなるわけなんですね。うん。あと稼いだ金で船を買って、南アフリカ、トルコ、ジャマイカ、アメリカ、もう仲間を派遣しまくって、犯罪事業を拡大して多くの資金を調達してたわけですよ。もう世界的犯罪者や。で、そのいろんな各地にお店を持ってるから、犯罪者同士の情報提供、または連絡手段として犯罪ネットワークも構築してんだよ。うん。それと金で動きそうな警察に賄賂を配って、ガサ入れの時はすぐ連絡もらえるシステムを構築してると。はい、買収してた。うん。まあ、とんでもない犯罪者ってイメージあるんだけども、ワースは仲間たちに鉄の掟を課してるんですね。暴力を振るうやつは絶対ミスを犯すということで、暴力と酒は禁止してるんです。そして小さい犯罪も大きい犯罪もリスクは一緒だということで、貧しいとこから金を取らない、お金が余ってるとこにしか犯行を行わないんですよ。おお、石川五右衛門見てる。そう、石川五右衛門なのよ、まずね。だから犯罪は多かったんだけど、傷害事件とか誰かが傷つくっていうことは急激に減ったわけなんですね。おお、うん、なんかすごい話だな。そしてワースは絶対に仲間を裏切らないんですよ。仲間が捕まった時は警察とか裁判官に賄賂を出して絶対に仲間を救済したのよ。だから仲間からの信頼はものすごく厚かった。うん。で、貧しい時の恨みと貧しい時の辛さっていうのを知ってるから、慈善事業に募金とかも行ってるんですね。だから紳士的な犯罪者っていうことで今もアメリカで大人気なんですね。へえ、はい。まあそうやって暗黒界を支配したワースなんだけども、ここでとんでもないライバルが現れることになる。それが私立探偵ウィリアム・ピンカートンだった。このウィリアム・ピンカートンはピンカントン探偵事務所っていうのを経営してるんですけども、眠らない目って言われて犯罪者に恐れられて、現在の FBI の直系の先輩に当たるんですよ。うん。そしてアメリカで初めてできた私立探偵の事務所でもあるんです。で、ウィリアムはこのアダム・ワースの調査に入ることになったわけなんですね。おお、熱いよ。そしてここから最強の探偵と世紀の大怪盗の激しい戦いが始まることになる。ワースが犯罪者とダンスホールで遊んでる時に、ウィリアムは警察を連れて入ってきて、で、不死に気づいたワースは間一髪で逃亡するんですね。ウィリアムは地盤を固めなきゃいけないということで、ワースの賄賂で機能不全になってる警察を改善させて、ワースが陰で経営してるカジノに踏み込みます。だけどワースはそれを事前に予知して、その裏カジノの痕跡を跡形もなく消すわけなんですね。おお、激しい戦いだ。このウィリアムの行動によってワースのミスが潰れて犯罪ネットワークが崩れることになるんだけども、ワースは一切恨まずに逆にウィリアムのことを探偵として評価するようになるんですよ。うん。で、ウィリアムもワースの誰も傷つけない犯行がちょっと嫌いじゃなかったりしたんですね。はいはいはい。だから少しね、友情的なものが芽生えることになるんですよ。ほんとドラマみたいだな。うん。まあそうやって戦いを繰り返す中で、ワースはここでとんでもない犯罪を行うことになる。それが、デボンシャー公爵夫人窃盗事件です。このデボンシャー公爵夫人は、ジョージ王朝時代、最も美しいと名を馳せた人物で、現在だと2億5000万円以上の値がついたとんでもない絵なんですよ。その絵がアグニュー画廊に飾られてるっていう情報を手に入れるわけなんですよ。ワースはこの時弟が捕まっていて、それをなんとか救出したいと思ったの。で、この絵をカードに紹介を脅して金を出させようとしたわけなんですね。うん。ワースは3人の仲間と一緒に計画を実行。午前0時アグニュー画廊に訪れて窓から侵入して、誰もバレずにこのデボンシャー公爵夫人を盗み出したわけですよ。それでウィリアム・ピーカントも動き出すわけなんだけども、ワースはこの時偽名を使って雲隠れをして、デバンシャー公爵夫人っていう絵を人質に持ってる状態だから、まあ自由に動けなかったわけですね。うん。刺激させてはいけないと。
そしてワースはコネを使って紹介と取引をしてるんだけども、ここで思わぬことが起きるの。ワースの弟が釈放されたんですね。ワースの雇った弁護士が手腕すぎて解決したんですね。じゃあもう元も子もないやん、それ。そうなのよ。言ったらこの絵持ってる方がリスク高いわけじゃないですか。うん。でもワースはこの絵を一切売らずに自分のそばにずっと置いておいたんですよ。おお、うん、なんで？気に入っちゃったんですね、この絵が。はい、やっぱすごいいい絵だったから。ワースの昔の恋人キテイフリンっていう人物いるんですけども、その人に似てたっぽいんですね。あ、そういうことか。その後ワースは結婚して子供2人できたことで、このデボンシャー公爵夫人をブルックリンの倉庫に隠すんですね。うん。で、ブルックリンに行くたびにそれを見に行くっていうのを10年間続けるんですよ。はい、秘密基地に隠したエルボン見るみたいな。そうそうそう。まあそんなワースなんですけども、そっからも犯罪を続けていき、ウィリアムを翻弄。ウィリアムもこれ以上ワースを好きにさせないということで、銀行のセキュリティを強化して、ワースの調査を進めていきます。だけどそんな日、ワースの相棒のチャーリー・ブラードっていう人物が、ベルギーの刑務所で捕まって亡くなったっていう情報が入るわけなんですよ。で、このチャーリー・ブラードっていう人物は、ベルギーの銀行を襲って捕まったわけなんですよ。ワースはその復讐心かわからないんですけども、自ら足を運んでこの銀行を襲うっていう計画を立てるわけなんですね。うん。だけどこの犯行がワースの最後の仕事になるわけなんですよ。ワースは銀行のお金を運んでいる馬車から金をせしめようと2人の仲間と計画、隙ができる時間をリサーチして当日を迎えました。仲間の二人は見張りをして、馬車に乗っていた人が降りた瞬間にワースは馬車の中に入って一気にお金を回収したのよ。うん。だけどその姿を通行人に見られてしまうんですね。おろ。なのにこの見張り二人パーって先逃げちゃったのよ。へえ。でワースだけ置いてかれる状態で必死にワースは逃げるんだけども、そこで捕まってしまうんです。で警察に捕まることになったワースなんだけども、どこぞの銀行強盗だって警察勘違いしてて、見たら顔荒れてないから、もう身元を隠したの、ワースは。ああ、じゃあワースって気づいてなかったんだけど。そうそうそう。それだけやっぱ闇に隠れてた。だけど、その刑務所に別の同業者、同じ泥棒のやつがいて、こいつはアダム・ワースだ。情報を教えるから俺の刑期を短くしろって司法取引してバレたんですよ。あららら。最後はウィリアム・ピーカートに捕まるんじゃなくて、同じ同業者に売られて、仲間に裏切られて終わってしまうんです。で、刑期を終えたワースなんだけども、ここからまだまだ不幸が続くのよ。刑務所の作業で肺を壊して、もう長く生きられない状態だったんですね。うん。で、仲間に嫁を寝取られて、お金も全て使われたんですね。踏んだり蹴ったりだ。そう。もう仲間にも裏切られてお金もない。あれだけ嫌いだったお先にワースは溺れます。だけど、自分には二人の子供がいる。この子たちは、なんとか育てたいと思ったワースは、自分が大事にしていた、このデボンシャー公爵夫人。これをまた紹介を通して取引して返そうって考えたわけなんですよ。はい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 。でも自分の正体バレたらやばいからということで、仲介人が必要だってなったわけです。その仲介人を、ある人物にお願いするんですよ。それが、ウィリアム・ピーカントなんですよ。へぇー、ここでまた出てくるの？そうなんです。君なら仲間以上に信頼できるということで、この絵を託したんですよ。で、ウィリアムも彼の心意気に応えて警察に売らなかったんですよ。で、弟にも絶対に警察に言うなっていう手紙を送ってるんですね。おぉ、はい、行きだね。まあ、探偵としてどうかなって話なんですけども、そこはもうどうでもいいよって話じゃん。あなんか、その昔のさ、紳士っぽさが出てるわ。そう、出てる出てる。そして、ウィリアム・ピーカートにこの絵を渡して持ち主に返し、ワースはその1年後、57歳で子供たちに見守られて亡くなるんです。この時、財産は一つもなかったらしいんですね。で、ウィリアムは、アダム・ワースのことをこういう風に評価してるんですよ。アダム・ワースの死によって、現代における最も創意に富んだ大胆な犯罪は消滅するだろう。その犯罪人生において、彼が常に誇りにしてきたのは、武器に頼らざるを得ない強盗には関わらなかったこと。警察の命を奪ったり、危険にさらしたりしてまで、逃れようとしたりしなかったことだ。ピンカートン社がその生涯を知っているあらゆる男の中で、この男は最も非凡な男であった。ちなみに残されたワースの子供、ハーリー・レイモンドっているんだけども、
この人はウィリアムの推薦を受けて、その後ピーカートン事務所の探偵として活躍するんですね。へー何その流れ、すごい展開あるよこれ、ドラマや。うん、それがアダム・ワースでございました。ありがとうございます。面白かったらチャンネル登録、高評価、よかったらコメントの方、あと僕らツイッターやってますのでフォローよろしくお願いします。